邪気がたまりやすい場所。邪気がたまるとイライラや不安などネガティブな感情が湧き起こったり、心身ともに不調が出るだけでなく運気も下がってしまいます。そうならないように今回は家の中で邪気のたまりやすい場所をお伝えしていきます。後から見返せるように保存ボタンを押して、大切な人には再投稿やシェアで教えてあげてくださいね。まず一つ目はキッチン、洗面所、バスルームの排水口。2つ目はトイレ。トイレは毎日お掃除をしてください。3つ目は玄関。玄関の靴はきれいに揃え、脱ぎっぱなしにしないように注意してください。4つ目はテレビ。特にテレビの裏側は邪気がたまりやすいので、しっかりとお掃除をこまめにするように心がけてみましょう。5つ目はベッドルーム。シーツや枕カバーなどは週に1回洗濯するのがおすすめです。これらのことを意識して日頃から邪気を寄せ付けないようにしていきましょう。家の中の邪気はしっかりと払いのけて運気上げ上げでいきましょう。